Thank you.
したんだ。みんな待ってるぞ。姿を見せなくていいのか？不安なんです。私は生まれてからずっと隠された存在でした。国を背負う者としての教育も受けていない。そんな私が王位についていいのでしょうか？国民は私を認めてくれるでしょうか？何をバカなことを。ですがアイク様、私は…なら聞くが、俺たち傭兵を雇う教育は受けていたのか？え、それは…散り散りになっている進化を集める教育は、失われた国を取り戻す教育は。ですが、それとこれとは…違わないさ。これまで立派にやってきたじゃないか。これからもやっていけるさ。はい。さあ行こう。みんなが待っている。一人が嫌なら俺も一緒に行こう。ありがとう、アイク様。私、あなたに出会えて本当によかった。こうしてエリンシア・リデル・クリミアは祖国を再興した。時にベグニオン暦646年、まだ春も浅い季節の出来事だった。この後、中高の祖エリンシア女王と旧国の英雄アイクの物語は、クリミア王国で最も人気のある佐賀として、多くの吟遊詩人たちに日々の糧を与えることとなる。
Thank you.